マイクロソフトチームズ会議になんと自動的に出欠を管理する機能がついたというので、早速試してみたいと思います。はい、じゃあ早速これ始めてみます。はい、それではこれ今時間差でこの青山一郎、五郎、三郎、この3名が今参加しています。で、今参加してないのは二郎くんと四郎くんが参加してないという状態です。で、この状態で録画してみましょう。はい、こちらの3点リーダーからレコーディングを開始。はい、これで会議のレコーディングが開始されました。はい、それでは会議を終了させてみたいと思います。で、会議が終了してしばらくすると、まずこのレコーディングされたものが保存されます。しばらくすると、この録画した右側に参加者レポートというのが作成されます。で、この参加者レポートなんですけど、録画しなくてもこのレポートは独自に作成されます。早速これを開いてみましょう。これダウンロードした CSV ファイルなんですけど、これを開いてみるとこのようなデータが表示されます。まず最初に参加者の名前ですね。で、この注目すべきところはここです。はい、期間ということで、今5分30秒ほど会議をしたんですけど、そのうち一郎くんは5分9秒、三郎くんは3分9秒、五郎くんは1分54秒ということで、会議に出席した時間ですね。これが記録されます。これ非常に便利な機能だと思います。はい、それで授業をレコーディングしておくと、はい、この録画されたものがこちらで見れるんですが、早速見てみたいと思います。はい、このように今行われた授業また会議が、まあ、レコーディングされて見れるんですけど、これ出席してない生徒ですね。で、この動画なんですが、で、こちら、出席をしていない人ですね。この人にも見られてしまいます。はい。レコーディングが開始されました。で、このオンライン会議または授業に出席してない人に、これを見せたくないよという場合には、次のようにしてあげます。で、まずこのストリームのところで、ここですね。この3点リーダークリックすると、この一番下です。ちょっと見づらいんですけど、ここですね。ビデオダウンロードというのがあります。で、これでまずパソコンにこの動画をダウンロードしておきます。で、ダウンロードしたファイルを開くと、はい、こんな感じですね。レコーディングが開始されました。はい、これで MP4 形式で保存されました。そしたら、こちらの Teams 上に上がっている動画を消してしまいます。はい、3点リーダーから、これ削除ですね。削除で、はい、消します。そうすると、ビデオを消すことができました。Teams で確認してみましょう。はい、そうすると、はい、再生できなくなっています。で、こちらのパソコンに保存した MP4 ファイルですね。この動画ファイル。これは、まあ、後でね、アップロードしてあげて、まあ、YouTube でも、まあ、Teams でもいいんですけど、それで見せてあげるといいかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は Teams 会議で出欠と、それから参加した時間がわかるという機能の紹介でした。それではまた。じゃあの。